皆さんこんにちは、青学専門塾の糸井です。この動画では受験生からいただいた質問に対して回答していきます。それではですね、早速質問の方を読ませていただきます。次、高校3年生になるものです。私自身全くて言っていいほど勉強したことがなく、学校の偏差値も40程度で、周りは大学に行く人がかなり少数という状況です。でも私は将来のことを考えて、マーチ以上の大学に絶対に行きたいと思っています。このような状況からでも1年間でマーチ以上の大学に合格することは可能でしょうか。逆転合格に強い青学専門塾さんの意見を聞きたいです。またその方法についても教えていただきたいです。ありがとうございます。結論からまず言わせていただくと、適切なやり方で十分な勉強量を確保できれば、ゼロの状態から1年間でマーチ以上の大学に合格することは可能です。ゼロの状態から1年間でマーチ以上の大学に合格するために必要なことは大きく3つあります。1つ目が適切な計画、2つ目が勉強の質、3つ目が実行力。この3つが完璧に揃っていれば、確実にマーチ以上の大学に1年間で合格することができます。それではこの3つについてそれぞれ詳しく解説していきます。まず1つ目が適切な計画です。適切な計画とは、1年後のマーチ以上の志望校合格という目標に対して最適な学習計画を立てられているということです。この学習計画が間違っていたり最適ではなかったりすると、多くの時間を学習に費やしても期待する結果が得られません。この適切な計画は受験勉強の方向性だと認識してもらえると分かりやすいと思います。方向性が目標とは違う方向に向いていると、目標を達成することができないということは容易に想像できるかと思います。特に1年間での逆転合格を目指す高校生には時間がないんですよね。これまで長い間コツコツと勉強してきたライバルたちを超える学力をたったの1年間で身につけなければならないからです。そのような意味でも、逆転合格を目指す高校生にとっては最適な計画、つまり志望校合格に向けて最も効率よく学習を進めていくことは必須条件だと言えます。ではどのようにして最適な計画を立てればよいのでしょうか。ここでは1つ目、自分で計画を立てる、2つ目、塾や予備校に計画を立ててもらうの2つの方法をご紹介します。まず1つ目の自分で計画を立てるについてですが、ここでの流れは現状を把握する、ゴールを決める、現状とゴールの差を埋めるための計画を立てるとなります。まず現状を把握するでは、とにかく今の自分自身の学力がどれくらいなのかを 100% 把握する必要があります。英語を例に挙げますと、単語はどれくらいわかるのか、文法は 100% 理解しているのかなど、分野ごとにレベルがどれくらいかを確認する必要があります。この現状把握において自分の学力を高く見積もりすぎると、後々計画を立てる際に間違った計画を立ててしまうことにもなりかねないので、背伸びをせずに自身の学力を見積もることが非常に大切です。次にゴールを決めるですが、ここでのゴールとはすなわち志望校のことです。自分が向こう1年間で目標とする大学をここで決めます。ここで大事なのは、自分が将来何になりたいのか、何をするのが好きなのかなど、しっかりと自己分析をした上で志望大学を決めるということです。大学は自分の将来を大きく変える要因の一つですので、心から自分と向き合うことを心がけましょう。また行きたい大学にしっかりとした行きたい理由があると、その後の勉強のモチベーションも保ちやすくなるので、志望校に根拠をつけることは大事です。またゴールを決めるともあるように、ここでははっきりと志望校を決めた方がいいです。具体的にはマーチに行きたいではなく、青学に行きたいと決めてしまった方が良いということです。その理由は単純で、今後の勉強の効率とモチベーションが変わってくるからです。志望校がふわふわしたままだったり、多くの志望校があったりすると、当然ながら学習計画が最適ではなくなってしまいます。また最終目標が未確定のため、日々の学習モチベーションを保つことも難しくなってしまいます。ゴールを決める際は、なるべく明確なゴールを設定するように意識してください。最後に、現状とゴールの差を埋めるための計画を立てるについてお話しします。ここでは、1、2のステップで洗い出した現状とゴールの情報を使って、その差を1年間で埋めるための計画を立てます。具体的には、志望校や志望学部の配点方式から科目ごとの重要度を考えたり、
自身の苦手等を考慮した上で日々の学習計画を立てます。例えば自身が行きたい大学や学部の入試において英語の配点が8割あるから英語の勉強時間を増やそうだったり、英語の配点は8割あるが英語はある程度能力が高くもう伸びが少ないから2割しかない数学を重点的に勉強しよう、こういったことが挙げられます。これらはあくまで一例で、今お伝えしたこと以外にも考慮すべき項目があると思いますので、ぜひ自分とゴールとひたすら向き合って計画を立ててみてください。次に2つ目の塾や予備校に計画を立ててもらうについてですが、青学専門塾ではこちらの方法を圧倒的にお勧めしています。先ほどの自分で計画を立てる方法での話を聞いていた人の中には、おそらく自分でできそうもないなと感じた人が一定数いらっしゃると思います。実際に多くの受験生をこれまで見てきたんですけれども、この計画を立てるに関しては自分自身のみの力で成し遂げることができる生徒は非常に少ないのが現状です。特に今まで勉強をほとんどやったことがない生徒にとっては、自身の学力を把握する方法、自己分析、ゴール設定、参考書決めなどほぼ全ての場面においてわからないことだらけであり、驚くほど労力を要する作業となってしまいます。このような高校生は時間短縮等も考慮してですね、確実に塾や予備校に計画を立ててもらう方法を選択するべきだと思います。どのような塾を選ぶといいかに関してですが、これは上記の3つのステップ、現状把握、ゴール決め、計画を全て行ってくれる塾である必要があります。ただ現状そもそも生徒一人一人に合ったカリキュラムを作る仕組みがなかったり、現状把握、ゴール決め、計画を立てるの3つが揃っていなかったりする塾も多いので、塾を選ぶ際は注意して選ぶ必要があります。逆転合格を目指す受験生にとっては、この計画を立てるということはですね、かなり重要なので、しっかり考えて検討してみてください。次にマーチ以上の大学に1年間で逆転合格するために必要なことは勉強の質です。勉強の質を上げる方法を話す前に、まず勉強の質とは何かについて解説します。勉強の質とは一言で言うと、時間あたりのわからないがわかるに変わった回数です。つまりわからないがわかるに変わるという学習サイクルの速さがそのまま勉強の質に直結します。いまいちピンとこない方がほとんどだと思いますので、よりわかりやすく説明しますと、決められた勉強時間内でより多くのわからないことをわかるに変えていければ勉強の質が高まるということです。そもそも勉強とはどの教科を見てもそうですが、わからないことをわかることに変えていくプロセスです。例えば単語の暗記であれば、わからない単語をわかる単語に変えていきますし、数学の問題演習であれば、わからないまたは解けない問題をわかる解ける問題に変えていきます。ここからわかる通り、このサイクルが早ければ早いほど学習の質が高いと言えるでしょう。実際に頭がいい人は学習時にはなるほどなるほどと早いペースで学びを蓄積させていますし、人によっては学習時間以外にもウェブでの検索や本などから学びを得ています。したがって毎回の勉強時間で多くの学びを得ることができれば、勉強の質は極限まで高まっていきます。ではこの前提を踏まえた上で、勉強の質を高める、すなわち学習サイクルを早めるためには具体的にどうすればよいのでしょうか。結論から言うと、疑問をすぐに解決できるようにするということが最も大事です。疑問をすぐに解決するための方法は当たり前ですが、下記の2つしかありません。1つ目が自分で解決する、2つ目が他人に解決してもらう。まず1つ目の自分で解決するとは、ウェブ検索や本、ツイッターなどで情報収集し、自らで疑問を解決していく方法です。これは知識の定着という観点から見ても一番いい方法です。これまで多くの受験生を見てきた中で、自分で疑問を解決できる人はかなり少ないんですけれども、そのような人は受験において必ずと言っていいほどいい結果を生み出しています。1のパターンに当てはまっているという人は、自信を持って今後も続けていってください。次に2の他人に解決してもらうという方法ですが、これは友達や塾の先生、学校の先生に教えてもらうという方法です。多くの人がこの方法を取っていると思いますが、これはもちろん悪い方法ではありません。場合によっては人に聞いた方が自分で調べるよりも早くて正確な答えが聞けることもあります。自分で疑問を解決する能力が低いと感じる方は、ぜひすぐに疑問を解決できる環境を作ってください。勉強の話ができる友人を作ったり、質問ができる自習室がある塾に通ったり、学校の先生を活用したりと、すぐに実践できると思います。疑問がすぐに解決できる環境が整えば、勉強の質は驚くほど上がります。
最後にマーチ以上の大学に逆転合格するために必要な要素、実行力についてお話をします。実行力とは読んで字のごとく日々の勉強を実行する力のことですね。これまで勉強の計画を立てる方法や勉強の質を上げる方法についてお話ししましたが、これらも勉強を実行する力がなければ全て水の泡となってしまいます。どれだけ優秀な計画があっても、疑問を解決できる環境があったとしても、日々の決められた勉強をしっかりとこなすことができなければ逆転合格を成し遂げることはできません。ではこの実行力を決めるものは何でしょうか。それはモチベーションです。モチベーションが高ければ決められた勉強やそれ以上の勉強をすることができますが、モチベーションが低いと逆転合格に必要な学習量をこなすことは到底できません。実行力を上げるとはモチベーションを上げる、維持することとほぼ同義だと考えて問題ありません。ではどのようにしてモチベーションを上げ、高いモチベーションを維持すればよいのでしょうか。これは非常に難しいテーマですが、青学専門塾では次の2つの要素が大事だと考えています。1つ目が受験をする動機、2つ目が自身のモチベーション思考を知ること。まず1つ目についてですが、受験をする動機とは一言で言うと、なぜ受験をするのかという理由ですね。ここがしっかりしていないと逆転合格を成し遂げるために必要な高いモチベーションは維持できません。実際に逆転合格を目指す受験生が夏頃から勉強する意味や志望校に行く意味を見出せなくなり、急にモチベーションが下がってしまうということはよくあります。その結果楽な方に逃げてしまい、十分な学習量を確保できず逆転不合格となってしまうことも多いのです。逆転合格とはこれまでコツコツと勉強してきた人の学習とは全く異なり、量質ともに高いものが求められます。そのため精神的肉体的負担が一般的な受験生よりも大きくなるのも事実です。そのような中で厳しい時期を乗り越え合格をつかみ取るためには、受験そのものに対する動機が必要不可欠なのです。受験そのものに対する動機を作るためには、先ほど適切な計画の部分でも申し上げたように、自己分析をしっかりと行い、その上で心の底から行きたい大学学部を志望校に設定することが必要です。そうすることで日々の学習モチベーションは高まります。次に2つ目の自身のモチベーション思考を知ることに関してお話しします。モチベーション思考って何？と感じた人も多いとは思いますが、モチベーション思考とは簡単に言うと、どのような要因によってモチベーションが刺激されやすいかですね。つまりモチベーション思考を知るとは、自身のモチベが上がりやすい要因を知ることだと言えます。なんとなくイメージできるとは思いますが、モチベーションが刺激される要因は人によって様々です。勉強で考えると、勉強による報酬があるとモチベーションが上がる人もいれば、難しい問題を解けるようになった時にモチベーションが上がる人もいます。そのような自分だけのモチベアップの要因を把握することは、自身のモチベーションを上げるためにはかなり重要です。少し厳しい話にはなってしまいましたが、この動画を見ている受験生が実践できることは、自分のモチベーションが上がる時ってどうなんだろうと考え、それを勉強と絡めてあげるということですね。例えば報酬でモチベーションが上がるという人は、勉強が終わったら好きな食べ物を食べるということを決めて勉強するなどが挙げられます。また難しい問題を解けるようになった時にモチベーションが上がる人は、隙間時間に少し難易度が高い問題を解いてみるなどが挙げられるでしょう。自身のモチベーションをしっかりと管理してあげることで、実行力が高まり逆転合格に一歩近づきます。いかがだったでしょうか。1年間でマーチ以上の大学に逆転合格したいという人は、上記の3つを完璧に網羅することで確実に志望校に合格できます。険しい道のりではありますが、高い志を持って頑張ってください。ちなみに青学専門塾では、計画を立てる、勉強の質、実行力の全てに力を入れています。具体的には生徒の学力を判別し、志望校合格への最適な独自カリキュラムを作成し、計画を立てるを徹底的にサポートしたり、24時間質問対応により勉強の質を高めたり、独自のモチベーション維持方法により高い実行力を後押ししています。もし自分だけでは逆転合格を成し遂げる自信がないという方がいましたら、ぜひ概要欄の URL から公式 LINE を追加してお気軽にご相談ください。無料相談というボタンから受験に関することを何でも無料で相談することができます。青学志望ではない逆転合格を目指していないという方でももちろん大歓迎です。また無料体験も行っておりますので、興味がある方は公式 LINE からお申し込みください。では今回この辺で、ありがとうございました。